苦しい苦しいシーズンでしたね。けどウェルディとやるの嫌だっていうぐらいのチームだったんで、このクラブのためにすごく本当に生きてきた方だと僕は思います。はい、まあ、実際もね、まあ、結局どっちにしろまあ落ちたじゃないですか。でもなんか勝手に私たちとかまあサポーターとか見てる方はすぐにどうせまた J1 に戻ってでまた J1 でずっといるんだろうなと思ってたんですけど、結果的にですよ、まあ、その2度目の降格とかも経験されてますけど、まあ、こんなふうに長い時間 J2 にいることになっていると、で外から見られた時間も長いですし、でこの、まあ、このそこからの時間についてはどんなふうに感じてらっしゃいますか。その後はでも一度上がってるじゃないですか、ラモスさん。はい、2007年ですね。はい、まあ、あれもあれで、あの時で僕自身もいたんで、いろんなこと経験させていただきましたけど、ね、当然上がるっていうのには相当なエネルギーが必要なんですよ。やっぱ実際そうでしたか。やっぱ当然ね、J2 で戦うっていうのは当時だったらなおさらそのヴェルディにどう勝つかっていうのは、いろんなチームがそれはそれで、僕もいろんな外に出ていろんなクラブでプレーさせていただきましたけど、いろんなその思いまた戦略含め多くのことをね、こう練って多分臨んでくると思うんですよ。彼らにとってはその決勝戦の思いでというか打ち負かしたいっていう、そういう相手と戦うのは本当に難しかったですよね。だから1年目では本当勝てなかったですし、で2年目どうにかそういったことを受け入れ、当然綺麗にね、攻撃的に自分たちのことを全てこう表現して勝ち切りたいってみんなそういう思いだったと思うんですよ。当然でそれはヴェルディの当然伝統ですし、ただそれだけだと一筋縄にいかないと、で苦しい戦い、苦しい苦しいシーズンでしたけど、何連敗とかありました、ね、本当に苦しい、その上がった時なんか本当苦しみながら上がったシーズンでしたね、あの時は。まあ、まずその昇格の時の話ですけど、はい、その年塩崎選手はベルで帰ってきた年ですよね。そうですね、はい、そうですね、やっぱり苦しかったですか。そうですね、まあ、メンバーまたすごい、2007年はすごいいろんな選手が入ってきた。誰がいましたっけ、2007年。ななみさんとかハットさんとか、うん、はい、あと誰だっけ、上村さん、あ、違う違う、たぶんそこまでの年か。あ、誰、バウルさん、そこじゃない、バウルさん、バウルさん、ね、そうだ、バウルさんとか、そうだ、で、その辺、あと誰がいたっけな、フッキー、まあ、まあ当然そこにまたディエゴ、そういう外人選手たち、外国人選手たちが加わって、戦力はすごい、そうだけど突き抜けることはできなかったですからね、はい、苦しみながら掴んだ J1 が翌年また手放すことになる、はい、厳しいですね、相当。そうですね、また戻った J1 っていうのは、またもう一つ上の世界ですでしたね。当時なんかチーム力と考えて、まあまあここで言ったら本当にそういう戦いのメンバー揃ってたんですけど、それを積み重ねてきたものが他のクラブにやっぱありましたね。なんか、何年も何年も築き上げてきたものというか、そこを打ち負かすのはやっぱ簡単なことじゃなかったですね、その後、まとめさ選手はマリノスに移籍するっていうことに、僕は2011がここが最後ですかね、はい、そっか、そうですね、なんで J2 をその後数年戦って、はいはい、振り返ればその後、J1 が、鉄さん、柱谷哲司さん監督で、その後高木さん、高木さん、あ、その間に一度松田さん、あ、その後か、その後松田さんが少し、はい、ベレーザ元監督松田さんが少しやられて川勝さんになっていくんですけど、誰か
抜かしてない、大丈夫大丈夫あってるで、その時もね、ファンサポーターの方たちにはすごく愛されてた選手たちが当時多かったと思うんですけど、まあ代表的なところはやっぱ平本和樹、うん、また川野、まあ、飯尾くんね、そういう素晴らしい選手たちいながらも一歩何かやっぱ足りなかったですね。そのベルディに向かって、戦ってくるっていうところを全面的に出してくるクラブにもう一つ上回れず、惜しいところまで行ったシーズンもあったんですけど、やっぱその壁が越えられず達成できず僕は出ていくことになりました。はい、佐々木選手上がれなかったですね、本当におっしゃる通り、うん、そうですね、うん、今考えたら何が足りなかったなとか思うところありますか？いや、わかんないです。難しいですよね。うん、こんなメンバーがいて雰囲気もいいし、で周りのチームの人たちからもベルディってやるの嫌だっていうぐらいのチームだったんで、まあね、なんででしょうね。ねえ、まあ、その後ね、柴崎選手は横浜 FC に行かれた年もあったんですけど、はい、まあ、基本的にはベルギーにいらっしゃって、はい、で富澤選手は違うチームをこうでプレーされるっていう道を選んで、だから10年間のお別れっていうことになるんですけど、その間連絡取ることとかっていうのはあったんですか？たまにあったり、ありますあります。食事もしましたし、はい、はい、ここにいるんで一人。誰？いや、永井秀樹っていう、ああそうか、永井さんと永井監督と、まあ、当時は監督ではないってことですよね。そうそうそう、もちろんと3人でお食事とか、3人っていうか、はい、まあその永井さんの縁でこう、いろんな人を紹介していただいたりとか、永井監督ととか、まあ、当時永井さんとベルディの話とかしたりしてたんですか？僕が出てからってことですよね。はい、出た後こうプライベートでお食事される時とか少し話すことは多分あったと思いますけど、うん、そんなに深くは、はい、なかったかなと思います。そんなじゃあ柴崎選手もベルディの話をするとかでもなく、そうですね、僕そんなにあの深い話できる身分ではなかったので、身分ではない、はい、まあ、僕らそうですよ、そういう身分っていうところはちょうどいい、しっくりくる言葉だと思います。ただでも本当あれですけど、ね、監督はもう本当に優しい人なんですよ。むちゃくちゃ優しい人で、あの当時ラモスさん監督の時もあの食事の場を、まあ、あのスタイルとして、はい、あのまあ、突然どこどこ集合なみたいなのはもうあの人らしくて、うん、もう当然その理解してますし、でもそれすごい優しさで、ね、その苦しい時にいろいろ煮詰まることもあるわけじゃないですか、うん、でもそういう時にこうそういうまたこう空気を読む、まあ、すごい本当に頭いい方なんで、うん、あとなんていうのそういうアンテナの高い方なんで、うん、ちょっと集めてくれて今振り返ると、うん、そういう役割も担ってくれてたんですよね、うん、だからそういうのは僕らはしなきゃね、そういういいものを今振り返ってみると見せていただいたんで、うん、そういったね、いただいた人脈をね、またこの若い選手にのこの食事するだったり、こうまたこの選手としてのレベルアップのために紹介なのか、うん、紹介ってなんか言い方があるかもしれない、ね、そういう人たちと会話するだけでもすごい勉強になることもたくさんありますし、ね、うん、よくプロとしての振る舞いを教えてもらったというのはそういうことなんですね、富澤選手。そうですね、僕はあの当然多くは語らない方ですけど、はい、あの僕もあの若かったんで分からなかったですけど、年をこう重ねてきて実はそういうことが、そういう意図がとか、うん、はい、あったんだなという、そういうことをだからこのクラブのためにすごく本当に生きてきた方だと僕は思います、本当に、はい、でもそう考えると20年ってすごい月日ですね。本当にいろんなことが変わって、多分選手も当時に比べたらすごい真面目になったって言われるし、なんか真面目ですよね。変わりました、だいぶ変わったと思います。ね、全然違うね、真面目だよね。体のケアとかもね、するし、なんか
昔俺らさ、うん、マッサージってできないってね、受けらんなかった、うん、入れないから入れない、うん、先輩がいてるからやってるから。じゃあどうするんですか、自分のマッサージ。自分でやれることをやっていなくなって、でもしもだよ、もしも本当暗くなるよ、絶対。そうそう、明るい時間全然練習。お風呂も入れなかったんですよ。お風呂入れない、サンダルが置いてあるとお風呂の入り口に、あ、誰誰いるっつって戻ってくるんですよ、ロッカーに。そうそうそう、風呂入れない、風呂入れない。ロッカーは別でした、しーちゃん。若手はロッカー別だったんですよ、昔。その先輩方はと、そうです、あの上流階級の人と。そう、庶民、庶民。ほんとがっつり明るいよね、でもほんと。だからトップのロッカーは街出ればみんなあって言われるような人たちで、サテライトのロッカーは、え、誰みたいなのの集まりってと思うんですよ。練習生の方たちもそっちでこう着替える感じだったんで、お風呂、お風呂がこっちはシャワーしかないみたいな、向こうには冷蔵庫と飲み物がいっぱい入ってて、こっちはない、あっちに取り行かなきゃいけないっつって、そうって入ってパッと取って盗んで帰ってくる。犯人の今すごい嫌なんだよ、本当に嫌でした。トップのロッカーに。そう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 。だ、今もいいし、その時もいいよ。どっちがいい悪いじゃなくて、だって昔のそれも必要。今はこうやってみんながこうやってごちゃごちゃしてファミリーでっていうのでやってるのもいいし、だから難しいけど両方いいよ、うん、両方いい。答えはそこにはない。ただ文化がガラッと変わったのも間違いない。間違いないです。あの若い選手にね、ライン交換しましょうとか。おう、もうできないよ絶対、当時は。 ね、 はね、なんかそういう感じで。でも橋本選手に言われても嫌な気はしないってこと。全然、むしろ嬉しいみたいな。なんか楽しんじゃう。だからなんか今は今で受け入れてる。